共働きの方が経済的に助かるなって前は思ってたんですけど、彼女は結婚したら家庭に入りたいって。でも当然ですよね、男は女を守ってなんぼですから。彼が男らしいからいつも頼っちゃって誰の助けもいらない一人で生きていけそうな完璧な女なんて二人でいるときは遠慮せずに甘えてくれた方が僕も嬉しいし頑張れるよ。本当に、うん、嬉しい君と僕がここで出会ったのは運命、デスティニーって思わない？思わないんだけど。おお、やっと起きたか。覚えてないわけ？もう大変だったんだから。盛大にマーライオン。マジか。私がいなきゃね、今頃どっかの安いホテルであのカメレオン男にがっつり食われたとこだよ。初めて会った人にこんな醜態さらして。まあまだ若いから失敗も経験だけどね。若くないですよ、もう28ですから。あ、そっか、おばさんにならないようにいろいろ頑張ってるんだっけ。ヘッドスパも美白もそれなりにお金かけて。え、なんでわかるんですか？それなのに結婚考えてた男に突然振られてしまった。そうなんです。5年も同棲してたのに急に別れようって言われたんです。仕事も掃除も嫌いな料理もきちんとやって一生懸命尽くしてきたのに。そう、なんで知ってるんですか？なんで別れを切り出されたのか全く理由がわからない。え、すごい、何これ、霊視？あ、超能力。ふう、神聖のバカだね。うん、捨てられて当然だわな。え、いや、ちょっと待って。え、なんで？どういう意味ですか？あ、なんか見えてる。あ、なんか私悪い霊みたいなのついてたりします？あのね、私はあくまで普通の人間、ただ客観的に物事を見てるだけ。あんたはただ自分が見えてなさすぎ。私が？いや、じゃあ教えてください。私なんで振られたんですか？そういうのはね、よく自分で考えることだよ。めっちゃ考えました。考えても分かんないから聞いてるんです。あ、教えてほしいんです。どなた様か存じませんが、あなたには私の全て見えてるんですよね？見えてねえって。嘘、全部お見通しなんですよね？一体私の何がいけないんですか？電話だよ。え？あ、そうだ、プレゼン。え、冷た。洗ったばっかだからね。はい、これどうぞ。え？ミカさん、どうしたんすか？あ、いろいろあって、あの、
それより本当ごめん。その格好で謝られても反省してるように見えませんよ。反省どころか今世紀最大の自己嫌悪。まあでもプレゼンなら大丈夫ですよ。反応かなりいい感じで手応えありでしたし。本当？すごいオッチ。若いのに一人でやれたんだ。いやいや、美香さんの完璧な準備のおかげっすよ。それより昨日はやっぱりプロポーズだったんですね。それで浮かれて飲みすぎた感じっすか。違う？まあ俺としてはちょっとホッとしましたけど。え？美香さん、今夜二人で飯行きません？おごります、俺。え？お世話になってます。はい、はいはい。あ、さゆりさん、私ミカです。今日は本当すいませんでした。うん、どうかした？あ、今日お借りした洋服届けに行こうと思ってたんですけど、急用ができちゃって。日を改めてもいいですか？いいよ、手があげるよ。いやいやいや、ちゃんとお返しします。いただいても私こういうの着てくとこないんで。で、急用って？急なお誘いがあった？え？なんでわかるんですか？誰か空いてた席を待ってた人がいたんじゃないの？誰かが去ると誰かが座るっていう法則があるから。そういうんじゃないんです。だって相手は会社の後輩で、私のことなんてただの先輩としか思ってないですから。見しちゃえらい向きになって。いや、だってオッチは若いイケメンですから。あんたって本当分かりやすい女よね。え、何が分かりやすいんですか？とにかく楽しんできて、いい報告期待してるから。あ、ちょっと待って。美香さん、7時に予約できました。うん、じゃあまた後で。面白くなりそう。いや、まさかの大どんでん返しっすね。俺はてっきりプロポーズだって思ってましたけど。まあね、でもまあ私も忙しかったし、ほら彼に寂しい思いさせちゃってたのかもしれない。いや、そうは言っても彼氏ちょっとひどいと思いますよ。美香さんめっちゃいい女なのに。まあね、なんて。だから、まあ、俺としては美香さんがやっとフリーになってくれて嬉しいなって。いや、人の不幸喜ぶんじゃないわよ。いや、嬉しいですよ。美香さん、俺の好きな人、美香さんです。え？いや、美香さん、勘鋭いから気づいてましたよね。俺の恋心なんてお見通しでしたよね。見通してないけど。あ、オチ、私をおちょくってる？私のこともてあそぼうとしてんでしょ。そんなことないですよ。俺、美香さんみたいに向上心があって完璧で強くて頑張ってる女性が好きなんです。それってあれかな、私を慰めようとしてくれてる？違います。目の前にいる憧れの人が彼氏との5年の関係にピリオドを打った、だから告白してるんじゃないですか。ずっとあなたが好きでした。ガチだ。思いがけずにガチ。さゆりさん、なんだか大変なことになりそうです。何かがおかしい。
これ女が来てて動かぬ証拠だね。俺と付き合ってもらえませんか。あ、いやいやいや、ちょっと待って。あんたにとって恋愛って何なの。美香さんって意外に普通なんですね。いや、意外に必死っていうか。必死になっちゃダメなの。いたたたた、自分で気づいてないみたいですけど。私って痛い女ですか。え、前かの、あれ、あの、は、ふざけんなよ。